アイハハイコールフリートベルク軍は、ドイツ連邦共和国バイエルン州シ,シュバーベン行政、韓区の最も東に位置する軍。隣接する軍は、北にノイブルクシュローベンハウゼン軍、東にドナウ軍とフィルステンフェルトブルク軍、南にランツベルクアムレヒ軍、西に軍独立市のアウクスブルク市とアウクスブルク軍、北西にドナウリース軍である。この軍は、アウクスブルクの東に位置し、 両者の境界はそのほとんどが、レヒ川によって形成されている。軍内を流れる重要な川は、軍を南西から北東へ貫いて流れる、パール川で、フリートベルクの市区のいくつかやアイハハはその沿岸に、位置している。アイハハイコールフリートベルク軍は、その大部分が田舎であり、比較的大きな市町村としては、フリートベルク、アイハハ、ダージング、 南部のメイリングやキッシングがあるのみである。これらの中心となる市町村の他は小さなあるいは極めて小さな村しかない。この軍はビッテルスバッフラントとも呼ばれるが、これはこの地がバイエルンの領主一門であるビッテルスバッフ家の本拠地の一つであることに由来する。現在でもアイヒャハのオーバービッテルスバッハ区にはその本拠となった城司があり、ここに建てられた。 旧地境界を見ることができる。考古学的な出土品はこの軍域には遅くとも1万年前からすでに人が住んでいたことを証明している。数多くの武器が出土することは、この地ではたびたび武力衝突が起きていたことを示している。ローマ時代にはラエティア族州の首都であるオーガスタ・ビンデラコラムの防ホ府であった。首都へ供給するための農業が行われ、豊かな市民による 平成村落がいくつか形成されていった。ローマ人支配の終焉とともに、アレマン人やバイエルン人が、現在の軍域に住み着いた。この軍に属す市町村で最初に、文献上の記録が残るのはアーデルズハウゼンで、782年に、アダルヘマルシズとして記録されている。百二十四年に、シャイアン博夫夫5世は、家族の拠点を、ダフハウ近郊のシャイアンから、 アイハハ近郊のビッテルスバッハに移した。これ以後、ビッテルスバッハ家として名を成したこの貴族一門は1180年にバイエルン行為を獲得し、1918年までこの地を治めた。城自体は1208年に破壊され、城を思い起こさせるものは記念碑だけである。フリートベルク城は1264年に建設され、 レヒ川の通行税を徴収していた。この城も、元の建物は16世紀に消失してしまい、王子を忍ばせるものはない。この軍は国境であるレヒ川沿いに位置し、帝国自由と市アウクスブルクに隣接することから、たびたび激しい戦闘の舞台となった。例えば1420年の戦闘、三十年戦争、18世紀の二つの継承戦争、フランス革命戦争などである。 軍域はもともとアイヒャッハ裁判所、フリートベルク裁判所、メイリング裁判所の3つの裁判所管区に分かれていた。1799年にフリートベルク裁判所とメイリング裁判所が統合された。19世紀初めの行政改革に伴い1817年からフリートベルクはイーザル軍にアイヒャッハは隣接するラインと共にオーバードナウ軍に属すこととなった。 1837年にフリートベルク、アイヒャッハ、ラインはオーバーバイエルンに編入された。1862年にアイヒャッハとラインはアイヒャッハ地方行政区に統合され、フリートベルク裁判所からはフリートベルク地方行政区が形成された。1880年にライン裁判所管区はアイヒャッハから分離されノイブルクアンデアドナウ、地方行政区の管理下に入った。 1939年に地方行政区は軍と解消された。フリートベルク軍は1944年にシュバーベン行政管区の一部となった。1972年にはアイヒャッフ派軍の大部分もシュバーベンに組み込まれ、フリートベルク軍や隣接するいくつかの町村と合併してアウクスブルクイコールオスト軍が成立した。この軍の軍議会は1973年に 軍長をアイハッハに置くことと、現在の名称、アイハッハイコールフリートベルク軍と改名することを決定した。各時点での軍域内人口は以下の通りである。アイハッハイコールフリートベルク軍の軍議会の政党別議席数は以下の通りである。ズンガラ、頂き上部はバイエルンのひし形模様。その下は銀字と赤字に左右に分割。向かって、 左は緑の多くの葉。向かって右は金のウルリヒ十字。この紋章は1975年12月10日に制定された。多くの葉は古いアイハッハの紋章に由来するもので、地名の地口で同軍を象徴する。ウルリヒ十字はフリートベルクの紋章に由来する。バイエルンの菱形模様は現在の軍域に対するビッテルスバッハ家の給料試験を示している。 本軍は、ザクセン州のリーザグローセンハイン軍と、姉妹軍である。軍内の市町村が締結している、姉妹市町村協定は、以下の通りである。ナシの木のマリア修道院協会シェルネック城の城門、さらに軍境の外、すぐ西側にアウクスブルクイコールアウトバーン湖、カイザー湖、空湖がある。この田舎の軍の経済は一連の革新的中規模企業と多くの思考業者を、 基盤としている。ミュンヘン・アウクスブルク・インゴルシュタットといった経済地区の真ん中という場所は実施には有利な立地である。1840年にはすでにミュンヘン、アウクスブルク鉄道会社が軍域南部を通る路線を運行開始した。バイエルン国営鉄道は1898年にメーリングから南方面、バイルハイム行きの支線を設けた。アイハッハや フリートベルクと軍の北方面とは、1875年にインゴルシュタット・アウクスブルク線で結ばれた。自動車交通については、連邦アウトバーン A8 号線及び連邦道 B300 号線がとりわけ重要である。航空はアウクスブルク空港がある。括弧内の単位のない数値は2019年12月31日、現在の人口。ありがとうございます。